ウォリンォード店キャピトルヒル店リックスドライブインレストランはアメリカ合衆国ワシントン州シアトル州周辺に展開するファーストフードチェーン店。通称リックスという愛称で親しまれている。1954年にリックスペイディー、H ワオ連合ムリー、BOA トーマスの3人によって設立された。1号店はシアトル市のウォリンォードに開店し、今では シアトル周辺に5店舗がある。ローアークイン案件以外はすべてドライブインスタイルである。なお同州スポケーン市にも同名の店があるが、これは違う系列の店である。ディックスはシアトル付近のホームレスの環境工場にも力を入れており、学生の従業員には奨学金を出すプログラムもある。営業時間が深夜2時までということもあり、平日。 週末にかかわらずシニアに長蛇の列ができるのも珍しくない。リックスではコンボでの販売を行っておらず、基本的には単品での注文のみが可能である。1954年当時からメニューはほとんど変わっておらず、現在でも昔ながらの製法で作られている。ありがとうございます。